形式の後ろ身である和ジャックタカゴーア4型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である。元は、アワ電気軌道が1921年に、ドイツのオーレンシュタインとコッペル社で一両を製造したもので、出力 60HP クラスの車軸配置例から、 4から0型、単式2機と飽和式のウェルタンク機である。本機のウェルタンクは、3型が第一動輪の前後の大枠内を全部使って水タンクにしていたのに対し、輪軸の上部に水平の仕切りを設けて浅く長いタンクとする新しい方式であった。本機は、阿波電気軌道では4型と称し、1933年7月に同社が国有化されたのに伴い、 鉄道省石に編入されたものである。鉄道省での形式は、当初80型が計画されたが、あまりに小型で長く使用するものではないとの判断から、私鉄時代の形式に、泡鉄道を表す、アオフ化して、アイオン型とし、番号は、元のまま7として使用した。当時は、私鉄売周期の形式付与方針に、ブレが生じていた時期で、このような形式の付与方法は、結局、 阿波鉄道買収機のみの特殊な事例となった。国有化後は、集中6ヶ月点検時の入れ替え機関車として、岡山に転じたが、1936年5月に廃車となった。その後、本機は高取工場内で解体されることなく保管されていたが、1939年に技術者養成のための実習機として転用することになり、設計は、 島秀ヒが行い生徒の手で改造が行われた。ボイラ、シリンダ、道輪をそのまま活用し、大枠を継ぎ足し、運転台を申請し、水タンクはベルタンクを排してサイドタンクとされた。本機は弱タカと命名されたが、車席は復活せず、工場内で修繕実習車として使用された。太平洋戦争中は、 機関車の不足から無車席のまま味川口駅にある国鉄用品庫の入れ替え用に貸し出されたが戦後は1948年に再び高取工場に戻って保管されていた2000年に高取工場が再開発のため閉鎖されることになったため本機は京都市右京区のトロッコ佐賀駅に併設された 19th Century Hall に移され D51 形状機機関車などとともに生体保存されている。日本に来着した同型機は、アワ電気軌動などの,の,の他に2両があるのみで、いずれも機関線 67mm のものである。これらは次の通りである。ありがとうございます。